虎ノ門ニュースが人気の保守番組になった要因の一つは、司会が折島一平さんであることがあると思います。コメンテーターを立てつつも、さりげない一言に、特に歴史面で知性を感じることが多く、番組開始当初は回を重ねるごとにレベルアップしていくのを感じました。そんな一平さんが謝罪に追い込まれたシーンがありました。2022年5月19日木曜日の虎ノ門ニュースより、改めましておはようございます。4月21日、違いますね。はははは、5月だよ、5月。ちょっと、ねえ、本当にねえ、いい加減しましょう、ねえ、もうね、チェックしろよ、っていうね、もう、どういう台本なんだっていうね、いやー、でも、すべての責任は、私にあります、ね、そのまま読めばいいってもんじゃない、ね、油断するなってことなんですよ。ニュース番組でね、まず日にちを間違えてる、ありえないことです。本当にね、ありえないことです。もう、ね、日にちだけは合ってるって言って、私たち行ってきましたからね。はは。そうなんです。もうね。全責任は私にあります。申し訳ありませんでした。ボケてますね。本当にここに書いてある。5月19日木曜日。真相深入り虎ノ門ニュース。司会進行を受けたまわります。折島一平です。どうぞ本日も最後までご視聴のほどよろしくお願い申し上げます。とのことでした。ニュース原稿に5月19日放送の冒頭の原稿に4月21日と記載があり、それをそのまま読んでしまったようです。想像するに4月21日木曜日も有本さん飯田さんのコンビの日だったので、台本をコピペした際に日付を修正し忘れたって感じでしょうか。ちなみに虎ノ門ニュースでの日付の間違えといえば以前にもありました。2020年2月3日月曜日の虎ノ門ニュースより、ここからはですね、あまりにも扱いが小さすぎるのではというね、メディアの訂正お詫びをピックアップして、はい、つぶさにご紹介して参りたいと存じますが、まずはですね、回より始めようとね、襟を正す意味でも当番組から参りましょう。この番組ですね、我が番組虎ノ門ニュースの訂正人語から参りたいと思います。どうぞ。はい、これはね、誤解のないように、青山さんがお間違いになってるんじゃないですよ。青山さんには何の罪もございません。青山さんの背後をご覧ください。なんと、ボンミスもいいとこですね。すいません。令和元年になっております。はい。今年の1月13日、月曜日、祝日のね、放送だったんですが、令和2年とあるべきはずが、令和元年になってしまいました。すいません。この間違いが画面に映った時間をですね、慌ててスタッフ自身が測ったところ、19分でした。はい。間違いが映った時間の長さに対して、放送中に訂正できなかったため、訂正人語の一発目は、はい、当番組がやらかしてしまいました。ここに謹んでお詫び申し上げたいと思います。はい。令和2年です。ね。当たり前です。今年は令和2年1月13日のところ、令和元年と表示してしまいました。青山さんにご迷惑をおかけしました。すいませんでした。とのことでした。こちらは台本ではなくカレンダーのミスでした。変わってないなぁと思いつつも、2年ぶりのミスなので、まあこの回数は許容範囲なのかなとも思いつつ、ニュース番組なのにありえんとも言えるとも思います。台本もカレンダーもミスったのは一平さんではないですが、番組を代表して謝罪されるところは好感ですね。一平さんなしでは成り立たない番組だなぁと改めて感じました。ケンカー君のミスは多すぎて上げ始めたらキリがないよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。